優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを教えてください。非常に嬉しいです。嬉しい、はい、今日の試合振り返って、どういった1日でしたか。今日の試合は勝ちたいっていう気持ちよりはその勝つっていう強い気持ちで挑むことができました。この大会、個人選手権大会っていうのは、はい、ご自身の中ではどういった位置づけの大会としてこの試合に臨まれましたか。大学生になって3年目の今なんですけど、私自身そのタイトルを持ったことがなかったので、そのトーナメントに対するちょっと苦手意識もあったんですけど、まあ、今回はその東京オリンピックが来年あるっていうのもあって、東京オリンピックに良い方向でつながるように、まあ、挑もうっていう感じで、まあ、優勝はもちろん狙ってたんですけど、まあ、自分のやること、今やらないといけないことを、まあ、淡々とやるっていうことを大事に、ちょっとポイントを絞ってやることができました。去年の最終選考がなくなってしまって、はい、そうです、ね、あの瞬間どのように感じましたか。もう第2次の時点でないかもしれないっていうのはちょっと考えてたっていうか、もう空気的に、まあ、コロナがすごく蔓延してた時期だったので、ないかもしれないというのは本当に思ってたので、まあ、実際なくなってその動揺だったり、まあ、焦りとかはなかったです、正直、はい、そこから1年っていうのは、はい、自分の中のプラン大きく変わったと思うんですよ。そうですね、はい、気持ちが途中で切れたことはありますか。モチベーションが下がったのは、まあ、正直ありました。こう大学の活動が自粛になってしまった期間が一度あったので、まあ、それでまだその時点では最終選考会がどうなるか分からなかったので、70メートルを打つその会場、練習会場がないと練習できなかったら、まあ、その選考会にもつながらないですし、まあ、一度その地元に帰る機会を設けて帰ったんですけど、まあ、その時にまあ、そのモチベーションというか、まあ、みんなで練習することができなかったので、その何を持って頑張ったらいいのかとか、集中力とかは本当になくなってしまって、でもその時にそのオリンピックの動画だったり、そのアーチェリーをしているその誰かが勝った瞬間とかを見て、やっぱ私もこうならなきゃなっていうのは、それで奮起させてもらったのはあります。今そのオリンピックに向けての気持ちというのはどのように持ってますか。オリンピックに対する思いは前とは変わらないです。本当にずっと目標にしてきた、自分の中で一番大きい目標なので、それを達成したいっていう気持ちはずっとあります。どこを課題に持ってやっていきたいか。そうですね、まず点数ももちろん上げないといけないんですけど、それに伴ってその安定感だったり、フォームを良くすることでその安定感にもつながってくると思うので、そのまず自分自身がしっかり打つっていう、しっかり打って当てるっていうのを大切にしていきたいなと思ってます。今後に向けての意気込みをお願いします。はい、今現在新型コロナウイルスの影響で、このような大会を開くのも困難だったと思うんですけど、このように開かせてもらって、自分今回優勝することができて、その恩返しじゃないですけど、その結果でいろんな人にサポートしていただいていたことを、結果でちょっと恩返しできたら一番いいかなと思います。それが東京オリンピック、またその次のオリンピックであると思うので、一生懸命頑張りたいと思います。